光明寺は、長野県飯田市久米にある新言州地山派の古刹。三号を炎行山と称する。本尊は、観音菩薩。奈良時代の養老年間層、行基諸国を遍歴し、この地が仏道具図に適した場所と、光明皇后安山祈願のため、千住観音像を安置した。行基の上層により、天平十三年直死再起上人この地に来着。 国主に命じて、七道羅間及び十二陰謀を造成したのが、創建の始まりと伝わる。行以後五代は、法奨宗であったが、六代目、空海の弟子新前住職の時に、新言宗となった。薬師如来の像内より、法造立、法縁六年更新三月三日云々の、牧書名がある。また、銅像の背面に牧書された、創集連盟中に、昇格、行縁。 資産、両郷、聞きがち、造成の名あり、昇格は、第五自殺となり、後に、当時の長者となった地名の新言像である。これにより、光明寺、薬師の増立に関係あったと推定される。この頃より、本尊薬師如来に変更されたと推定される。和歌山県那智町広神社境外にて、大正年代発掘の同性教頭に、信濃国稲群いがらんご章中村号、 光明寺女法教八部法書社法元,元元年9月8日、元首総願いにしという名が刻まれていた。昭和27年頃までは、東京国立博物館にて保管と伝わる。また同所出土の岐阜県時紀群昇法明寺僧、同祭罪名の供述と一体をなすものと伝わる。鎌倉時代の安定二年重装献身、経代上段に六書本元を創立。 寺の鎮守と同時に、郷土のうぶすながみとした。南北朝時代は、松尾城主、小笠原貞宗の弟丁長が、久米家城を築き孔明寺を祈願寺として一円を寄進したので、寺運は上がったが、室町中期に至り、平乱のため、後輩する。慶長六年、徳川家康配下の稲軍大館朝日受久しより、寺領、境大地等を寄進された。 慶安二年京都人なじひとしな新能から五門付の両部大日如来二尊を贈呈される。玄禄三年薬師堂を再建し、薬師如来像を再指した。行基創建以来の観音菩薩像は朽ち果て、首の部分以外は遠京年間に再加工し、法暦三年より本尊を観音菩薩に改めて安山の祈願寺として創建寺の本尊に戻る。 昭和24年阿弥陀如来坐像が国の重要文化財に薬師如来坐像が国の重要美術品に指定される。ありがとうございます。